まあ人それぞれそのね順番があるのかもしれませんけど基本的にはなんかねあのどのタイミングでその例えば今おっしゃってたサウナに入って水風呂入ってまあこ,こを繰り返しするわけじゃないですかどんなタイミングで時間配分で入っていいのか分かんないっていう人がいらっしゃるんですけど基本はどどんなぐらいいいがちょううですそねあのよく聞かれてまあ例えば人によってはあの8分とか6分とか10分とかいろいろ時間あるんですけどそもそもその全国にまあ先ほどの話だと どれぐらい数あるのっって言って言全部が全部集計しきれてないんですけど温泉だとかあのホテルとかスポーツクラブとかで、まあ、3000以上のサウナがあってそれぞれみんな温度も湿度も違うんですね。全部うん、でこれちょっと細かいマニアックな話なんですけどサウナ室の、まあ、温度は調整できるんですけど湿度ってこれ。あん コントロールな部分ががああるんですよ、はいはい、いうところがあってそれぞれの,そのシチュエーションというか状況が違うので一概,に、はい、一概に言えないのでだから何分入ってればいいっていうのもそもそも違いますしで僕なんかも体調によっては長く入ってたり短く入ってたりっていうのがあるので。この 聞いてくださってる方にお伝えしたいのはもうまずそもそも時間で何分とかみたいな概念はまあ捨てていただきたいな<あ><と>もう感覚ででいいわけです,、はい、ですね<ー>で、やっぱりそのただ水風呂に入る気持ちよさをこうなんか皆さんに感じてほしいなと思うので、うん、そういう意味で言うと水風呂に入りたいな入れるなっていうぐらい体が温まったらっていうのが一つの基準になるので。うん 今この瞬間に俺は水に入れるかって温かさに体がなってるかっていうことでそれは僕今でも常にこう問いかけていて、はい、俺今行けるのか行けないのかい <laughs> <laughs>、うん、行けるんだけどあえてもうちょっと我慢して、まあ、我慢っていうことは変なんですけどいたらもっと気持ちよく水風呂入れるんじゃないかっていう感覚なんでだから本当に人それぞれですね長く入ってる人もいますし6分ぐらいでパッと出て水風呂入ってでちょっと休んでまた入ってきてっていう。 大丈夫ですか僕この話大丈夫ですすごく大事であの人によってはですねあのサウナ室なんかによくいると水風呂入ってすぐ戻ってくる方いらっしゃるのでこれもちょっと若干もったいなくて、えー、やっぱりこう小林さんお話しした通り外気浴本当はまあ外の空気に触れるのが一番いいんですけどやっぱり心拍数上がるんで、えー、ちょっとそこは休んだ方がいいっていうのと、はいはい、フィンランドとかだとあの水風呂って実はフィンランドないんですよ。えー な冷たいんですよねはいでサウナ施設があって<湖>でそれがだいたい湖の横とかにあるので湖に飛び込むんですよでこの前それこそこの取材で行った時は真冬だったんで0度ですね0度外,、はい、外はマイナス20度です水温が0度なんですけれどもでその後にそこから出てその外の空気に爽やかな風にさらされて、ね あのー、まあなんかまた気持ちよくなっていくでこれをあの我々プロサウナ業,業界って言ったら変ですけどでは「整える」ってはい「整いました」はい、大先輩の濡れずきんちゃんっていうですね <laughs> あのプロサウナの方がいましてその方がまあ始めた言葉なんですけど「まあ、整える」っていうだから僕たちサウナがサウナ出た後と「<laughs> 今日も整ったな」<laughs> いっていう。 うわ言ってみたいでも,、ねはい、もうそれはもうぜひそれが言えるようになったらもうプロなんでいやですぐですちょっと聞いていいですかまあ、はい、すっごいあったまるのは分かるんですけど、はい、今言ってた0度のところに気持ちいい状態に体なるんですか、はい、そんなあったまればはいなりますね<る>それは気持ちいいっていうと厳密に言うと例えば1 2二3度とか1 4五5度の方が 長くるし気持ちいいんですけど、それはそれでなんかこうあゼロ度の水に入ったっていう、もうぶっちゃけでも含めてありますからね。ちょっと俺できたみたいな、ありますね。ブルブルですよもちろん。でまたそれでそこから休んでまた暖かいまた入ってなると本当延々ですね。 入ってられるわけですね、はい、そうするとそんな素敵なツヤツヤ,ツヤになるわけですよね、はい、今もなんか出てきたみたいな本当にお話されてますからねわ、はい、かりましたはい